それでってんですよ。それでってんですけどね。わ、ボルムベ。さあ、今回は育成コーチの皆さんに必見です。突然ですが、皆さんはバスケット以外の他のスポーツも好きですか？自身はですね、スポーツ観戦といえば野球、サッカー、ラグビー、バレーなども行ったことあります。スポーツ大好きです。今回このトピックをお送りしたいと思います。競技横断ジュニアスポーツミーティング、こちらです。4月にですね、オンラインで配信されたイベントであります。これ何がすごいかっていうとですね、いろんなスポーツの育成のスペシャリストの方々が登壇して話をするっていう機会なんですね。このイベントが開催されて、このYouTube チャンネルにですね、続々と動画が上がっていて、もうたくさんの動画がアップされたので、そちら説明欄の方リンク貼っておきますので、チェックいただきたいなと思います。バスケットの講師として登壇されたのは相模女子の田島先生です。試合中にベンチから指示を出さないことの楽しさということでですね、ぜひこちらですね、バスケの皆さんご覧になっていただきたいです。当日の様子をぜひお楽しみください。こんにちは。こんにちは。株式会社エルトラック代表の鈴木義和です。ありがとうございます。今回ほんといろんなスポーツのコーチ集まって、めちゃくちゃすごいイベントですね。いやそうですね、それぞれの種目で超豪華なコーチの方々、僕らバスケットの、ね、人間的にはこうその種目でこう有名な方とか、こうあまりこう、ね、存じ上げない方々って思われるかもしれませんけど、それぞれの種目ですごい実績のある方々が、特に育成年代でね、実績のある方々がこう集まっていただいたんで、本当に刺激的な、たくさんいい話が聞きましたね。午前終わってですね、ここまでの感想ですね。僕はそもそもこのイベントをやろうと思った前には、その育成の意見交換会っていう会に参加していて、そこで本当に今日の先生方がこう今うちの種目ではこんなことしてるよとかっていうのを発表されてるのを僕は見てて、本当に僕もバスケットの世界で20年こういう活動もして、育成のこととかこう勉強したこう自負じゃないけどね、こう勉強してきて、世界とかも回って見てきて、ある程度育成のことをいろいろ整理してきてたつもりだったにもかかわらず、まだまだ学びが深いなっていうね、こう種目を超えてこう学んでいくと、本当に気づきとか発見が多いなっていうのをその回で感じていて、これをやっぱ多くの人にもっとね、こう届けたいなっていうのがこのイベントの立ち上げの趣旨だったんで、想像通りの午前中の回でしたね。それぞれの方々の発表の中にバスケット界も参考にする、参考にしなきゃいけないような話たくさんありましたし、やっぱこうどの種目も子供たちの未来をすごい考えていろんなアクションされてて、単にね目先の大会勝つか負けるかみたいなだけじゃない視座で子供の育成とかね、スポーツっていうものを捉えてらっしゃるから、ここまでのイベントをずっと見てきて、バスケットだけじゃなくてどの種目の方々も自分の種目の育成の環境について、なんかもうサッカーはこんなやってんだとか、ラグビーもこんな風にやってんだとかっていうのから改めてこう自分を知る機会、自分たちがやってる種目の育成っていうのを改めてこう俯瞰してみる機会に本当になってるなっていうのを感じましたし、いい機会が作れたなと感じてます。バスケだけじゃなく他スポーツから学べるってなると、本当、何倍にもこう学べる量も増えますよね。そうですね、こういう感じでこうそれがねパッケージとして一個固まってるっていうのは今までなかなかなかったと思うんで、それぞれ多分ね、それぞれの協会のホームページ行ってとかね、それぞれのこう種目が主催してる勉強会とかにこういろいろ行けばもしかしたらできたのかもしれないですけど、一箇所に集まって、しかもそれぞれがこう情報交換しながらやるっていうのはすごく新鮮だなと思いましたし、価値あるなと思いましたね。素朴な疑問なんですが、はい、今回皆さん球技じゃないですか、何か意図があったんですか？チームスポーツとか、ボールを介して人と人とが成果のためにね、こう時間を共にしてやっていくみたいな意味合いで、ディスカッションとかが深まりやすいかなっていう、お互いこう同じような属性もあり、それでちょっとずつ違っているってあたりで、これは会議を重ねるごとにだんだんそのボールじゃないスポーツ種目競技の方々も入ってくるとか、ああいう陸上とかね、機械体操とかっていう人たちも入ってくるとか、おそらくそういうことは未来的には考えられるかなと思うんですけど、さっきのマルチスポーツの話とかデートスペシャライゼーション的なその特化の話とかは、個人競技とかになってくるとまた意味合いが変わってきたりすると思うんで、今回はそういう意味ではちょっとこう一旦話の方向性がまとめやすいっていうのはあったんじゃないかなと思いますね。それで似たような感じの属性があるからこそ悩みを共有できたり、それぞれの取り組みをお互いにこう水平転換しやすかったりするってことはあるのかなと思います。僕このイベント考えてるときに、今までジュニアバスケットボールサミットっていうイベントを僕らずっとやってきてて、だからバスケット界にこう毎年今一番欠けてるものは何だろうみたいな問いから始めて、もっとじゃあ強豪校の練習
見ようとか、トップの選手と触れ合おうみたいな夢を目の前で見ようとか、スキルコーチキャラバンやろうとか、代表チームの人たちのそういうスポーツパフォーマンスの人たちとか、体の使い方などとか学ぼうとか、戦術的負荷を整理しようとか、いろいろそういうジュニアバスケットボールサミットっていうイベントはそういうふうにやってきている中で、同時にその何人集まるかみたいなイベントとしてはね、チャレンジをしてきて、もう1000人集めるぞとかって言って、毎回もう700人だった、800人だったとかやってたんですけど、このコロナ禍もあって一回ジュニアバスケットサミットっていうのをこう再考する、考え直す時期にこういろいろ来ていく中で、まあ一旦今回自分たちがバスケットボールっていうものを超えて、ちょっとこう種目を超えてっていうのを考えた時に、まずは一旦エルトラクって会社からも外していろんな仕事手を挙げてってこのイベントにしたんですけど、そこの時にやっぱ事前に何人集まったかで成功したか失敗したかみたいなイベントじゃなくしたいなと思ったんですね、この流行みたいな一過性の何人ポンって集まりましたみたいなことじゃない、もっとこうじわじわふつふつとこう影響力が上がっていくような、ちょっとこうあの弾み車ってあのだんだんこれ重たい車だから、最初押すとこうちょっとしか動かないんだけど、ずっと押し続けてるとだんだん回転速度が上がっていくみたいな、そういうなんかイベントのイメージにしたかったんですよね。なのでここはもうリアルタイムで何見たかっていうよりは、その後に残ったアーカイブ、どれだけの人がその後ずっとこう見ていったかっていう、だからそのこっからの見せ方とか広げ方がむしろこのイベントの一番肝になるところで、まあ、このタイミングであれだけの人をバッと集めないとこれだけのこのコンテンツは作れなかったと思うんで、その作ったコンテンツに対してやっぱりそれぞれね、種目を変わると大会があったりいろいろあったり忙しいんで、リアルタイムしか見れませんだと、見れる競技が限定されるとか、時間が空いてる人しか見れないとか、でそこに対してこう課金してしまうとお金払って情報を取りに来る人しか見れないとかなっちゃうんで、むしろこっちからどんどんこう見ようと思ってない人にまで届けちゃうっていう、その一個に今回フジテレビさんのニュース番組が取材に来てくれたっていうのは大きいことですし、これから先もそういういろんなメディアとかいろんな人たちがこの情報をうまく捕まえてもらって、いろんな人たちに届けてっていうところにこう仕掛けを持っていきながら、マーケティングの理論でアーリーアダプターとかっていう、その流行りとかがどんだけ一般な主流なものになるためには、どんな風にこう例えば iPhone っていうのがいきなりこうバーンって流行る前に、最初に本当に流行り物好きの、その人が使ってないものが好きみたいな人たちが少しだけいて、それを見てあいいなと思った人が何か使い始めてみたいな、でここにこうチャズムっていうのがあって、それをある程度超えて何パーセントぐらいが使い始めると一気に広がるみたいなのがあるんですよね。だからそのイメージでやっぱりこういう情報をどの種目でも育成年代のこう人たちの中数パーセントが20%、5人に1人ぐらいがなんかこの情報をこう取りに来れるような感じになってきたら、もう一気に、あ、子供のスポーツってこんな風になるといいよねとか、こういう風に良くなっているよねとか、子供スポーツのスポーツ環境って良くなってきてるねみたいなのが、こう一気にガッてこう広がるこう分岐点来るかなと思ってて、でそのために今のところざっくりした計算なんですけど、今後取っていくようなコンテンツが100万再生とかされるためにはどうやって届けていくといいかっていうのを、時間がかかってでも挑戦していくっていうことをしていけたらいいなっていう、そんなのがイメージで今回のイベントは、講師の方々にも本当そういうのをお願いしてやってもらってます。発信したいことなどあれば、エルトラックっていう会社としてはもうこれ20周年っていうのが終わって、今日実は設立記念日でして、おめでとうございます。ありがとうございます。21回目の誕生日を迎えました。エルトラックも21年目っていうのは実は30周年に向けた最初の年なんですけど、我々の会社はそのバスケットをすでにしてる子たちがもっとバスケ上手くなりたいっていうのに応えるっていう10年から、スポーツをしようと思ってなかった子たちとかに、あ、スポーツしてみようって思ってもらうっていう、この普及っていうものに力を入れる10年があって、でこの次じゃ20年か30年って、このここは何を考えてるかっていうと、そもそもその種目を超えて子供たちのスポーツ環境にとってこう魅力的な取り組みとか価値ある取り組みをしてる人たちと手をつないでいって、パンチ力を上げるっていうか、魅力的な取り組みがある中で子供たちのスポーツいいもんだよっていうのをこう影響力をガンって大きくする上で、自分たちが出せる力限られてるんで、いろんな人と手をつないだからこそ出せる大きな力っていうのをちょっと目指していきたいなと思ってて、そのまあ一発目でもあるわけですよ今回で。そうなった時に、でもエルトラックのイベントってするのは本当に逆にすごく箱を小さくしてる感じがしたので、このイベントそのものはもうエルトラックって箱から出して、ユーフォリアさんって、ユーフォリアさんワンタップスポーツって、種目を超えていろんなコンディショニングを管理できるアプリをやってたり、トーチっていうねメディアをやって、いろんなスポーツの情報を出してる会社さんで、そういうユーフォリアさんと一緒にやったり、あとはクラチタイムカンファレンスさんっていう、バスケット界のね一番大きなカンファレンスやってるやってる方ですけど、そういう方々と力を合わせたことによって、もうエルトラック一社じゃできないようなアクションにもう実際今回なってますし、もしかしたらそういった我々の関わり合いすら取っ払っていって、もっともっと大きな、もっと協会主導団だったり
行政主導だったりそういうメディア主導とかのバーンと大きいイベントに育っていってくれたら嬉しいなみたいな感じで、エルトラックの会社がどうこうっていうのをもう超えて、理念というか存在意義自体はもう外に出していきたいなっていうイメージで、今回独自のドメインを立てて、独自のホームページ立ててやり始めたっていう。だからまだまだね、その知ってる人は少ないし見れてる人も少ないイベントなんですけど、3年後5年後になんか分かると思います。こういう座組にした意味が後から皆さんに分かっていただけるぐらい、僕の中でもイメージとかビジョンも、はい、育っていってる、面白いってこう力学になっていくんじゃないかなと思いますね。なんでこのチャンネルにはどんどんね、いろんな種目の育成で面白い魅力的なことをやってる方々がどんどんここにこう収まっていくような感じにしたいと思ってるんで、バスケット界でもただ強いとかじゃなくて、子供たちの成長にとって価値あることやってるなっていう魅力的なチームを紹介していきたいなと思ってて、そうするとそれを見た他の種目の人たちが、あ、そういうやり方もあるんだとか、そういうのもあるんだって言うと、どんどんその魅力的な子供たちの成長に価値ある取り組みみたいなのがスポーツ界でこう共有していけると思うんで、今まではね、強くする方法みたいなのはなんとなくこうシェアされてたと思うんですけど、まあ、強くするももちろん成長の先に強くなるがあっていいと思うんですけど、ただ単に勝てるとかじゃないその魅力とか価値っていうものをもう一回僕らはちゃんとこう見える化するというか、それに我々ジュニア期のスポーツ指導者が尽力していけば、5年後も10年後も30年後も50年後もどんどん世の中便利になっていくんですけど、集まってスポーツってやった方がいいよねっていう未来がこう残り続けるんじゃないかな。まあそれぐらい、まあ、本質的なものだなと思ってるね、スポーツってね。僕らこのテクノロジーの発展でこう支払ってるこう代償みたいな、失うものを一番補えるものって何って言ったらやっぱスポーツって答えられるんじゃないかなと思うんで、ますますスポーツの価値が際立つ時代になってくるんじゃないですか。そんな世界に僕らはねいるので、その価値に気づかずに行くのはもったいないんじゃないかなっていう気がしますよね。視聴者の皆さん、今の、はい、吉川コーチの話が響いてると思いますね。偉そうなこと言ってたけど全然盛り上がってねえじゃねえかみたいな、ならないように頑張ろう。こんにちは。こんにちは。日本バスケットボール協会育成セクション山本です。よろしくお願いします。ありがとうございます。他のスポーツのコーチの方と一緒に話す機会というかイベントだったんですけども、率直に感想いかがですか？そうですね、この育成健康館会というのもやっていて、初めてですかね、こういった催しライブで一度に集まってやった。これとっても刺激的で、素晴らしい試みでしたね。生でお話をしたりするっていうのが、やっぱり心は触発されることが多かったですね。見てる方の保護者さん、コーチさんが多いので、ぜひその方向けにですね、一つメッセージを。先ほども広瀬先生がやられたところで、大人ができること、そういったことがというかたくさんあると思うんですね、まあ、それは子どもたちのためにというようなことで考えていく。勝ちたいのは大人がっていうのが先に来るよりも、子供さんが楽しくなるように成長できるようにどうしたらいいんだろうっていうようなことを、やっぱり視点を変えて考えると、いろんなことがやっぱり学ばなきゃいけないなっていう考えも出てくるしですね、そういった形でスポーツとの向き合いができるようになっていけば、もっともっと今のスポーツよりもっと面白いスポーツのあり方になっていくんじゃないかなと。これはバスケットボールだけではなくてもいいですよ。いろんな競技あります。で、我々日本の文化の中でそのバスケット以外のことをやろうっていうことはあんまりやってこなかったんですね。だからこれを、やってみることの価値っていうのが、他の国ではもうすでにやられたりしてあったりします。だからこれをですね、まあ、日本のやりようっていうものを探してトライしてみるのも新しい文化の形の一つかもしれないと思います。バスケットボール自体ももっともっと強化の面で発展していくことも必要です。またもう一方で、普及的な方向で広がっていくことも重要だと思っていますので、まあ、両面大人は指導者保護者の皆さん、考えながらですねやっていければもっとバスケット界面白くなるんじゃないかなと思っています。お久しぶりです。お久しぶりです。株式会社エルトラックの関谷雄介です。よろしくお願いします。改めてですね、関谷コーチの方からバスケのこれがいいんだよとかぜひ教えていただいてよろしいでしょうか？バスケットはトランジションで切り替えが多いのと、 あとそれが早いっていうのが特徴かなというふうに、いくつかのスポーツあると思うんですが、あって、しかも攻撃を何秒以内にしなきゃいけないっていうルールまでありますので、速さとか多さを子供たちにどう伝えていけるかとか、その速さの中で自分でどう考えていくかっていう、その考える時間みたいなのってあんまりないので、ほんと瞬間瞬間子供たちが判断してプレーするっていうのが楽しさなんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど。はい、ということでお楽しみいただきでしょうか。感想はぜひコメント欄の方にお寄せいただけたらなと思います。これからもいろんなスポーツ楽しんでいきましょう。ごっつぁんです。
ぜひこれからもよろしくお願いします。ここまでの感謝を述べに来ました。ありがとうございました。はい。